皆さん、こんにちは。船井オンラインです。えー、本日は財務支援部の石田さんにお越しいただきまして、銀行との取引についてお話しいただきます、えー。石田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、石田です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、えー。早速ではあるんですけれども、まあ、銀行さんと皆さん、経営者の方々、取引、常に頃ろされているかなというふうに思うんですけれども、 それまでスムーズに取引できていたにもかかわらず、まあ、急にこううまくできなくなる。そういったケースをちょっと私の方でも聞いたことがあるので、その理由、どういったことが考えられるのか、ぜひ教えていただけないでしょうか。はい。スムーズに取引できなくなる理由、ざっくり3つでいいかなと思っています。で、1つ目が自社の都合。で、2つ目が金融機関側の都合。3つ目は外部環境。この3つですね。 あの、おおむねこのぐらいに分類したらいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、一つ目がですね、自社の都合によるものですね。銀行さんはですね、どうしても、あの、過去の実績でもって、まあ、皆さんのですね、会社を評価して、あ、この会社はすごく、うん、過去の実績が良くて、おそらく未来もいいだろうから、融資をできますよね。スムーズに取引できますっていう判断をして、えー、融資をしていらっしゃるわけなので、あの、過去の実績が 直前期とか、2期連続とか、3期連続、もっと長く、もう簡単に赤字になってしまいましたという状態ですと、自社の都合で、業績が悪いことを理由にして銀行さんがなかなかスムーズに融資しづらくなってくる。このケースがですね、一つ大きなものとして挙げられます。なので、去年は赤字だったけど、今年はきちんと あの業績改善して黒字化させますというのは、ですね未来はいいんですが、えー、過去は赤字になってしまいましたよね、それを見ると、ですねなかなか銀行として融資がしづらくなってくる、これが1個、自社都合ということで、ですね挙げさせていただきました。で、2つ目がですね金融機関側の都合ですね、これ、すごくありがちな話なんですけれども、例えば、えー、と皆さんお付き合いしている銀行の担当者の方って定期的に変わりますと。 で、その担当者の方が、前はすごく自社のことを理解してくれていたけれども、今回の新しく担当に就いたばっかりの方って、銀行内には蓄積されてるけど、その人自体にはインストールされてないっていうか、中に入ってないっていうことなので、担当の変更はかなりスムーズな取引をですね、阻害する場合が多いです。で、もっと言うとですね、銀行の都合で、例えば、 え、池袋の支店が、えー、新宿支店と統合されましたとか、そういうケースでですね、銀行側の組織が変わって、えー、自社のことを知ってもらえる体制じゃあんまりなくなりましたとかですね。 まあこういう場合はですね、銀行側の都合で、今まで池袋の時はスムーズに融資ができていた、池袋界隈を回っていた担当者がいたんだけれども、新宿と統合されたことによって、それが薄まってしまって、えー、銀行側の都合でもって、 えー、自社に融資がなかなかしづらい。よく知ってもらえてない状態になってしまうので、スムーズな取引がしづらい。まあ、こういうケースがですね、ありますね。これはもう自社が、えー、悪いとか、そういうわけじゃなくて、あくまでも銀行側の都合に合わせて、えー、そういった着地になってしまうので、これはもう、 お付き合いする銀行がそこでいいのかとか、えー、新しく担当になった方や新しく支店になった人たちに、まあ、どういうふうに自社を知ってもらえたらスムーズに取引できるのかっていうのをですね、考えないと難しくなってしまうケースですね。で、えー、最後、三つ目なんですけれども、外部環境の変化ですね。よく挙げられるのが不動産の業界に対してバブル期はですね、あの、銀行業界として総量規制が え、なされたとか、うちの銀行はこの業種、業界に対して融資のシェアが高くなりすぎたっているので、そこの総量を規制しましょうっていう動きが銀行内で出る場合がありますと。で、それはあの外部環境でバブルのような形で資金が流れすぎ、ちょっとこれは投資ではなくて投機だよっていう判断がですね、なされたときに銀行としても 融資がその業界に対してしづらくなってくる。それゆえに銀行の中でこうボーダーを決めて、それ以上はこの業界に対してなかなか融資できなくなりますよね、ということをですね、決められてしまうと、皆さんが所属する業界がそこに該当しちゃってると、融資が受けづらくなって、あ、今までスムーズに取引できたのに、外部環境のおかげで、えー、そういう状態になってしまったなと。 ということはですね、まあ往々にしてありますね。なので、まあ自社と、あと金融機関と、え、外部環境。この三つがスムーズな取引がなかなかしづらくなる理由としては挙げられます。はい。ありがとうございます。自社と、まあ銀行側と、あとは外部環境の三つがあるっていうお話だったんですけれども、 石田さんが見られていてあのこのまあ原因というか、特にこのあたり、リスクがあるというか、これが原因でまスムーズな取引できなくなっているなというふうにお感じになられるのは、この3つの中で特にどれがあったりされますでしょうかそうですね、2番目のやっぱり金融機関側の都合っていうのがです、ね、足元ではすごく多くなってるなっていうふうに考えてます。えっと、どうしててもも銀行もです、ね、生き残っいいかなななければならないので このエリアとか、この視点から撤退したり、この視点とこの視点を統合して生産性を向上させようっていう動きがかなり強まっているところなので、どうしてもその担当者の変更が視点の変更、組織の変更に伴って頻繁に行われてしまう。だから、スムーズな取引ができなくなってしまう。っていうケースがですね、最近かなり増えている。 と足元では財務のコンサルティングをしていて感じるところですね。はい。結構そういう担当者とかまあ指定の変更があったっていう時は皆さんこう新しく別のこう銀行さんとお付き合いになるのかそれともま引き続きそこで行われるのかでしたらどちらの方が多いんですか。そうですね。基本的にはあの今まで通りえ同じ銀行さんでお付き合いしましょうっていう形にはなるんですけれども。 どうしてもその銀行側の都合が自社がどんなに努力したとしてもスムーズな取引に戻せないっていうことになったら新しくお付き合いする金融機関、銀行を開拓しなきゃなとか。なので基本的には今お付き合いになるところを大事にする。大事にはするんだけど自社の努力でどうしようもなくなった時にはやっぱり新しいところを開拓していかないとなかなかスムーズに成長投資ができなくなる場合が多いですね。はい。 ちなみに、こう、まあ、銀行さんを選ぶ上で、まあ、このあたり特に、こう、気をつけて見ておいた方がいいよっていう点、石田さんとしてあったりされますでしょうかあ、そうですね。まあ、ちょっと過去の動画でも言ってるかもしれないんですが、えっと、銀行のそれぞれ役割が違うので、もうバランスよく色を分けておいた方がいいっていうところですね。例えば、えっと、信用金庫だけお付き合いしてますとか、 地方銀行、この一行だけお付き合いしてます。メガバンク、この一行だけお付き合いしてます。いわゆる一行取引っていうのは、あんまりお勧めしてなくてですね、そのお付き合いしてる一金融機関、一行がスムーズに取引できなくなった瞬間に、自社の成長もですね、止まってしまうので、であれば、えー、メガバンクともお付き合いしているし、地方銀行ともお付き合いしているし、信用金行ともお付き合いしているし、信用組合ともお付き合いしている。 で、この程度をですね、自社の投資の予定とか、必要なお金の額に合わせて、今は地銀さんメインの、えー、銀行団の構成にしてますとかですね。今はうちは信用金庫さん中心の銀行の構成してます。でも、地銀さんとも付き合ってるし、新組さんとも付き合ってるし、えー、メガバンクとも付き合ってます。こういう状態で、あの、なんかあった時に、こう、 リボットできるというかですね、転換できる銀行のを選べる状態にしておかないとリスクが高いと思いますね。はい。ありがとうございました。 本日は財務支援部の石田さんに銀行とのスムーズな取引についてお話しいただきましたまた別の動画で,です、ね、この銀行と取引するときにまああの気をつけていただくべきポイントについてお話しいただきますのでそちらの動画もどうぞ楽しみになさってください石田さん本日はありがとうございました、はい、ありがとうございましたこちらのチャンネルでは内流警報をベースに企業に役立つ情報を発信していますぜひチャンネル登録お願いします Titulky vytvořil Jirka Kováč